浅井良博は日本のレーシングドライバー。東京都港区出身。父親の仕事の関係でアメリカ合衆国のミシガン州で育ったため英語に堪能である。慶応義塾大学小学部を卒業した。慶応義塾高校を卒業後、慶応義塾大学に進学しつつ、全日本カート選手権への参戦を経て、1994年にフォーミュラトヨタで四輪レースにデビューし、 初年度ながら年間ランキング8位になる。1995年に全日本海産選手権に、東名スポーツから参戦した後に、フォーミュラ4に参戦し初優勝した。1996年に船木レーシングのワークスドライバーに抜擢された。1997年には、海4の関東選手権と山陽選手権、鈴鹿選手権に参戦した。安定したドライビングで、 関東選手権と山陽選手権の両選手権を制覇し、ダブルチャンピオンになった。1998年から1999年にかけては、オーストラリアのトップフォーミュラであったフォーミュラホールデンに参戦して、最高位2位を含む多数の入賞を記録。1998年に開催されたニュージーランドグランプリを含むタスマンカップにも出場した。 また2002年にもフォーミュラホールデンに参戦して年間ランキング5位を獲得した。2000年にはアメリカ及びカナダでカート参加のアトランティックチャンピオンシップに参戦。シーズン途中からの参戦にもかかわらず参戦後から常に上位争いを展開した。アジアンルマンシリーズ2003年からはツーリングカーレースに転向、耐久レースの名門チーム退散から全日本。 GT 選手権にシーズン参戦し、デビュー戦で GT300 クラス優勝を飾る。JGTC には2004年も参戦した。スーパー GT となった2005年と2010年にも出場した。2005年にはスーパー耐久 ST3 クラスにシーズン参戦し、優勝1回年間ランキング3位を獲得した。2006年にはスーパー耐久 ST1 クラスに スポット参戦し3位表彰台を獲得したほか、2014年にもスポット参戦している。2009年にタイの番線耐久レースにスポット参戦したのをきっかけに、2010年にはタイ、最高峰の GT カーレース、スーパーカータイランドに参戦し、初戦から2連勝。2011年にはフル参戦し、タイ最大の市街地行動、レース、番線グランプリで優勝し、 年間チャンピオンを獲得した。2012年にも年間ランキング2位を獲得した。2017年現在も同レースに参戦しているほか、アジアンルマンシリーズの2016年から2017年シーズンに参戦、するなど様々なカテゴリーで活躍している。また、豊富な経験を生かして、フェラーリチャレンジなどのドライビングコーチも行っている。ありがとうございます。